これ、ちょ。お、ここから入るね。お、いいやん、ビーン、キャキャ。ストップ、ストップ、ストップ。こんにちは。先ほどちょっと注文をしましたので、はい、あと15分ぐらいですけどね。15分ぐらいで作るんで。さっき頼んだんですけど、まあ、オムハヤシと、なんかサウザンのサラダかな。はい。セットが有名みたいなんで、とりあえずそれを頼んでみました。はい、空飛ぶオムライス、ね、どう飛んでくるか、うん、楽しみだ。しっかりキャッチできるように頑張ります。これちゃん、これ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 、ちょ。思いっきり、ほら見て、スマホで注文、母へ車で行く、受け取り口に行く、会計をする、商品を受け取る、ここのここちゃん、駐車場どうやって行ったらいいですかね。入れないですよね。いや、この間だってドライブスルーだもん。ここから入るんですか。あ、当たり前じゃん。もう一回バックしよう、バックしよう、バックしよう。ちょっと待って、ゆっくりゆっくり。お、ここから入るね。お、いいやん、ビーン、キャキャ。ストップ、ストップ、ストップ。いいよ、いいよ。これちゃん、うん、ここから出てくんちゃう、ここから出てくんちゃう。これ全然入れるやん。ちょっと狭いね、これ。ちょっとこれベンツにはちょっと狭いわ。あ、ストップ、ストップ、ストップ、ここね。これ、商品受け渡しやって、これ。ここや。この上からどう来るかだね。あ、お金入れるんやね。なかなか頑張るね。空から飛んできますわ。面白い。なかなかいい。あそこに入ってんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと商品を。ドライブスルー完了しましたんで、ゲットしました。うまそう。めちゃくちゃいい匂いすんね。すごい匂いだね。オムハヤシらしいんで、ちょっとハヤシライス的な感じに卵がかかってて、これ半熟な感じだね。そうですね。じゃあいただきます。どう、ピングラスっぽいハヤシライスで、かつこの卵の半熟具合がトロトロだね。トロトロな感じで、卵トロトロ。ソースが多分なかなか家庭では作れないような感じのスパイスが効いてるような感じで、多分めちゃめちゃ工夫されてますよね。うん、中でも食べれるよね。中で食べれます。ちょっと海遊館からなんか距離あるもんね。駅から遠いよね。ここ駅からはちょっと遠いですね。ドライブスルーも、ここドライブスルー用の食べるところは1箇所しかないんで、ドライブスルーがもう一通みたいな。そうそう、一通なんで、どれんよ。そうそうそう、ちょっとメルセデスでギリギリだな。なんで卵ってこんな美味しいんですかね。半熟卵って美味しいよね。トロトロな。完食です。あー、美味しかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。まあ私はちょっと匂いでお腹いっぱいになりました。満足しました。もうサラダもちょっと人気みたいなんで、なんかね。ちなみにここからね、海遊館の天保山の観覧車が見えますんで、それを見ながら、うん、食べてみてください。はい、またちょっとドライブスルー行きたいですけどね。なんかないかな。なんか面白そうなんですけど、いっぱいありそうなんですけど。ちょっと面白そうなドライブスルーがあったら、またコメントよろしくお願いします。教えてください。はい。では。では。